ね、月威ってあの諸葛亮の奥さんなんでしょはいネネ殿私にとって孔明様は夫でありよき理解者でもあります理解者っていうのはどういうこと私は発明が好きでそれが高じて戦に役立つ兵器などを作り出しています 孔明様はそれを喜んでくださるのです軍師の策を隣で支えうる妻はそういない孔明様の妻はこの月へしかいないとへえ素敵だねうちの人も私が戦場で役に立つと喜んでくれるんだよねえねえたかったぞってでそういう風に言ってもらえると 次も頑張れちゃうんだよ。ええ、わかる気がいたします。お互い良き伴侶を得ることができましたね。大切な方のため、共に力を尽くしましょう。うん、よろしくお願いね。月。ねねどの？聞くところでは、忍法には流派があるとか。 あなたもどこかで学ばれたのですかううん、うん、ネネ忍法はネネ忍法だよどこかの誰かに習ったってわけじゃないかななんと流派を生むとは発明以上のことではありませんかそんな大げさなことじゃないようちの人のために私ができることなんてこれくらいだもんいえ大変なことだと思います では、その技は誰かに伝えるおつもりですかうん、どうだろう。できれば誰にも教えないでおきたいな。戦国の世はうちの人が終わらせてくれるだろうし。そうですか。ネネ殿は秀吉殿を心から信じているのですね。もちろん。あなたのとこと同じだよ、月絵。 はい、ネど殿これからも共に愛する方の道を支えましょう月英殿の発明の腕を見込んで頼みがあるわ大きな蒸し器を作ってくれないかしら一度にできるだけ大量の肉まんを仕上げたいの肉まん作りは孔明様も得意としています その妻たるこの月へも同じこと協力することは構いませんがなぜか聞いてももちろん私の作った肉まんを皆に食べさせるのお腹がすいたまま戦っても力が出ないでしょそういうことなら力を貸しましょう早速材料を調達しなくては あなたが良い方で良かったわ。これで私の思い通り…え今何かなんでもないわ。よろしくお願いね。月影殿の作ってくれた大型蒸し器のおかげで、一度に大量の肉まんをむせるようになったわ。 皆が一心不乱に肉まんを頬張る姿ときたら思い通りの風景に胸が熱くなったわ確かに私も実際にその光景を目の当たりにしあぜんとしました春夏殿の料理の腕は研究に値しますね <laughs> でもちょっと疲れたわ。 結局肉や野菜を切り刻んで混ぜるのもあんを生地で包むのも手作業なのだものそうですねそのあたりの労働削減を目指し何か発明できないか検討しましょうそう助かるわこれであなたも思い通りえっ何か言いましたいいえ、 これからもよろしくね、月英殿。